ありがとう。姓は深堀、名はゆりか。2年6組、出席番号22番。一つ上の先輩だ。中学1年の時に東京から転入。趣味は油絵と薙刀。2月10日生まれ。以上、参考までに。何のことや。とぼけるなよ。固くなってるじゃないか。彼女のことを考えると胸が詰まって、飯が喉を通らないんだろ。お気の毒様、完全な恋話じゃないだな。恋？これがか。まさか今までに恋したことないのか。長、冗談だろ。待てよ、こいつがあの人に夢中になってくれればもう邪魔されずに済むんだ、俺とりっちゃんの間を。よし、今日の放課後はジャズは休みにして作戦会議だ。はあ？おいんちで？りっこんちの地下じゃいかんとか。いや、君も自分の家の方が落ち着くだろ。別によかわって。あの地下室じゃいつりっちゃんに話を聞かれるとも限らないしな。ここだい。え？ここはりっちゃんの家じゃ。りっこんちとは長屋でつながっとるけんな。母ちゃん。兄ちゃん、おかえり。今日は早かね、遊んで。あ、待って待って、母ちゃんは。もう、ナンバーしよっとか。上がってよかぞ。母ちゃん、アイスがボン。あらあら、どうも。仙太郎がいつもお世話になっております。あ、いえ、お構いなく。遠慮せんで食え、ボン。君、食欲ないんじゃなかったっけ。スイカは別腹。仙太郎はスイカが大好物やけんね。珍しゅうご飯腹に入らんって言うけん、スイカなら食べるじゃろうと思うて冷やしとったとよ。兄ちゃん、兄ちゃん。何や、大地。変なカムシのおるよ。虫？ふとかとか。こっちこっち。兄ちゃん、スイカの種ば埋めたら生えてくると。ああ、埋めてみろ。やったー。ああ、どこにおるとや。わあ、どんな。泣くな泣くな、もう。グループ交際？ああ、俺とりっちゃんを含めた4人で出かけるんだ。いきなり2人だと警戒されちゃうからな。はあ、そういうもんか。ゆりか城を誘うのはもちろん君だからね。え、君が誘わなきゃ意味ないだろ。いや、無理。絶対無理ばい。だから。あ、何の音だ。
サラ。サラ？おいの彼女。あ？どがんしたとや、サラ。ご機嫌斜めやな。かわいかやろ。正式名はサラボーン。あとね。あ、なんやサラ。今日はえらい荒れとるばい。焼いてるんじゃないか？君が他の女の話ばっかりするから。あれ？どうしたんだ俺。何楽しい気分になってるんだ。面白かった。そうね。あら。あの。バカ戻ってくるやつがあるか。やっぱり無理ばい。メモ。あ、戻ってこらした。あ、突然呼び止めてすいません。で、今度の休みはお暇ですか。これを機会に我々の親睦ね。親睦を深めたく。バカ。ボーン、よか手前行くって。アイビキーは行くんでしょ。お弁当持って行った方がいいかしら。そうですね。おにぎりとか何か軽めのものを。じゃあ何か作ってくるわね。ところで念のために聞いとこうかな。私を誘ってくださってるのはどっちの彼かしら。それは。こいつがどうしても誘いたかって言うけん。はあ。そう、分かったわ。じゃあ楽しみにしてるわね。デート OK したと。本当ね。本当にバカだな君は。せっかくいい感じだったのに一気にバーだ。なんであがんこと言うたとか。時間ば戻してくれボーン。できるか。お待たせ。あ、来た来た、カオルさん。おい、なんだその顔の傷。セン太郎の喧嘩はいつも起こっとたい。行こう、カオルさん。あ、待って、リッちゃん。実は今日もう一人。ごめんなさい、遅れちゃった。お弁当作りに手間取っちゃって。あ、確か海で不良に絡まれとった。そう、覚えてる。実は今日。うわ、こら、しっかりしろ。メガネの彼に誘われてきたんだけど。え、カオルさんに。やってんだよ。新参者がお邪魔しちゃって大丈夫かしら。わあ、そんな、大勢の方が楽しかですよ。そう、よかった。なんだ、カオルさんか。綺麗か人。カオルさんたら面食い。何？あ、いえ、おしゃれな帽子だなと思って。これ？うちが被っても芋姉ちゃんやけど。あら、そんなことないわ。ちょっと失礼。りっちゃん、いつの間に髪型変えたの。ゆりかさんがしてくれたとよ。どう。いいね、すごく可愛いよ。そうそう、りつこちゃんのお家はレコード屋さんなんですってね。ゆりかさんはジャズとかお好きですか。この二人、ジャズ仲間で毎日のように練習してるんですよ。ジャズをやるの。ええ、カオルさんがピアノで、セン太郎がドラム。すごいわ。ジャズを聴く人なら周りにいるけど、やってる人なんて初めて。兄二人がジャズ好きで、私も時々聴くの。兄たちは眉間にしば寄せて難しそうに聴くんだけど、私は体にガツンとくる方が好き。そうそう。あなたのドラムも聞いてみたいわ。ダメです。まだその、下手くそやけん。あら、
音楽は人前でやらないと上達しないのよ。ねえ、聞かせて。あ、これは予想外の展開だ。え、やだわ、木の枝で引っかいちゃったみたい。なんだあいつ、結構やるじゃないか。ねえ、あの岩の上まで一緒に登ったカップルは結ばれるって噂があるんですってね。え、女には無理やろ。ボン、一緒に登るか。なんで俺が。あら、引き捨てならないわね。これくらい登ってみせるわ。誰か一緒にどう。行けよ、ほら。だ、ダメ。あ、いや、その立ち入り禁止の札があるし、危なかけん。あら、残念。上からの景色眺めてみたかったのに。慌てて食べるからよ。あの二人、なかなか相性良さそうだ。カオルさん、これ食べてよかよ。どこへ。ちょっと、お花摘み。あ、トイレか。しかし、やけにでかいな、このおにぎり。俺がりっちゃんを傷つけた。こんな残酷なやり方で、俺は一番大事な女の子を泣かせてしまった。あの寂しそうな方を慰める資格なんて俺にはないんだ。ユリガさんから手ぬぐいのお詫びにってもろたとぞ。なんかよか匂いするばい。気のせいやろか。なんすっとかこら。カオルさん、君がこのハンカチを拾っちゃいけない。そんなの見てられない。ハンカチなら返せよ。ああ、俺が悪かった。全部俺が悪いんだ。どがんことや、はっきり言えって。うるさい。君はこのハンカチがあれば満足だろ。一人で匂いでも嗅いでりゃいいじゃないか。こら、喧嘩売りよっとか。やめて、センタロウ。カオルさんから手が離して。乱暴せんと、カオルさんに謝らんねん。知らん、子がやつ。待って、センタロ。忘れたらダメよ。大事なハンカチやろ。カオルさん、センタロ、今頃バカみたいにドラム叩きおるやろね。ボンのバカ野郎ってね。仲直りは早か方が簡単かとよ。おいでよ練習。いや、カオルさんが転校してくる前まではセンタロウいつも一人で練習しよったとよ。地下にこもって台も寄せつけん感じで、うちでも地下に入れん雰囲気やったとよ。でもカオルさんが来てからそがん雰囲気のなくなったもん。きっと一緒にジャズのやれる仲間のできて嬉しかとよ。カオルさん、今日の喧嘩の原因当ててみせよっか。カオルさん、ユリカさんのこと吸い取っちゃろ。え、
仙太郎がハンカチ見せびらかすけん怒ったっちゃろ。綺麗かもんねあん人。うちもあがん風に生まれてみたかったな。な、何言って。りっちゃんだってすごく魅力的だよ。カオルさんたら励ましありがとう。違う、違うんだ。励ましなんかじゃなくて俺は着いたよ。え、ロッちゃん頑張って。あ、え、ちょっとピーちゃん開けて。何の騒ぎやリスコ。あら領事、君に用事があって来たわけじゃないからな。なんや。別に。こいつも好きな女の子への気持ちは同じなんだ。おい、勝手に合わせるなよ。はあ？誰も合わせとらんぞ。今度、りっちゃんのためだけにピアノを弾いてみようかな。そして、気持ちを伝えてみようかな。仙太郎くん、入るわよ。やだ、そんなに固くならないで。んだ。りっちゃん、きっとあいつのことを考えてるんだ。でもこうしてる間もあいつは。あの、りっちゃん。え？聞かせたい曲があるんだ。本当はもうちょっと練習したかったけど、密かに特訓したあの曲を今どうしても聴かせたい。降りてこい、ビル・エヴァンス。Thank you.
サムデーマイプリンスウィルカム、いつか王子様がって曲だよ。カオルさんが王子様ってこと？そうやろ、ユリカさんに聞かせるために練習したっちゃろ。これ予行練習ね。違うよ。え？あ、これが本番なんだ。俺が好きなのは君だよ。今すぐ答えを出さなくていいんだ。ただ君のことが大好きな奴がここにいるよって、それだけ伝えたかったんだ。りっちゃんの目があいつを見ている。いつだってあいつのことを気にしてる。今はそれでも構わない。こんな風に人を好きになれるって君が教えてくれたんだ。あの坂道で君を待っていた。放課後の約束に遠く滲むさよなら。弱くて歪ですぐに壊れそうなあの頃の僕にね、小さな翼を君がくれたんだ。夕闇かし空に微かな光、探している君が好きだと、好きだと言えたなら。教科書の隅に書いた手紙はいつまでも